はい、どうも皆さんこんにちは、プロです。今回から新シリーズということで、お絵かきサイコパステストというのをやっていきたいと思います。前にサイコパス診断っていうのを単発でやったんだけど、まあそれとはちょっと違って、お絵かきをしたらそれでサイコパスかどうかを見分けてくれるっていう心理テストなんで、まあやっていけばわかるでしょう。1、車椅子。あなたは車椅子の少年に誕生日プレゼントあげました。何をあげましたか？そんなのさ、お、赤なんだ。サッカーボール以外ある？サイコスはサッカーボールなど足を使うものを描きます。彼らは人がどうすれば苦しむかを熟知しています。これは知ってたからやった。ここからは真面目にやります。あなたの友人ギロチンが襲いかかりました。それは友人のどこを襲いましたか？まあ、ギロチンなら普通首じゃない？サイコパスは手首や足首など致命傷以外を答えます。彼らは人が苦しむ様子を楽しみます。よって促進につながらないような部位を思い浮かべます。へえ。そうなんだって感じですね。まあまあ、じゃんじゃん行きましょう。次、お化けに何か足してください。下ベロ。サイコパスは血を描きます。彼らは自分が干渉できないものを恐れるため血を描いて生き物にするのです。お化けって血出るの？この人はあなたの好きな人です。この人を監禁してください。手錠。手錠です、これは。正常な人の答え、檻を書いて中に入れる。サイコパスは手をつないで監禁します。彼らが信じられるものは自分自身だけ。まあ俺はちゃんと手錠でボッコにつないでるからね。正常な人ですね。タバコをとしたら魚が喋り出しました。何と言っていますか？おいしい。食べてね。サイコパスは喋らせないです。彼らは自分以外を物と考えます。物は喋らないので何も喋らせません。さっき生き物がどうたらって言ってたやんけ。なんかリサーチが甘い気がするな。この部屋に殺人鬼が来ます。どこに隠れますか？殺人鬼なんでしょ？隠れてたまるかよ。この辺でマッスルポーズしてるんだよ。サイコパスはドアの裏に隠れます。彼らは相手を迎撃しようとします。そこでドアの裏に隠れて有利な立場になろうとします。隠れないの方が。目鼻口耳のどれか一つに何か出してください。じゃあお目目からビームで。サイコパスは目を塗りつぶします。彼らは誰かに監視されていることに敏感だからです。ん？なんかさ、適当じゃねこれ。のせい？のせいなのこれ。あなたは射撃クレーンに行きました。どこを狙いますか？脳天でしょ。サイコパスは体をかすめて打つと答えます。彼らは人が苦しむ様子が好きなので、相手が痛がる箇所を狙います。はーん。本当？本当なのこれ。なんかあんま信頼性が足らんぞ。無人島に一つだけ物を持ってくなら何を持っていきますか？かっこ両手で持っていけるもの限定。日本って答えようと思ったんだけどな。両手で持っていけるものか。日本はちょっと難しいな。お金。
サイコパスは人を騙っていきます。いや、俺も一回考えたんよ、人。もう人両手で持っていくの難しいなって思ったから。まあ今回は10本ぐらいでしておこう。怪我をした軍人の肖像画があります。どこを怪我していますか？お腹。もう普通は致命傷と思われるような怪我を負いながら帰ってきた伝説の軍人みたいな。サイコパスは心臓や頭などの特殊部位と答えます。彼ら肖像画の人物が死んだ人は取り返することはできます。そこで死んだことを確認認識するために致命傷を負わせようとします。本当なのかなこれはい、ということで今回はね、最初の10個やってみました。この後にね、まだまだあって最終的には80番まであるみたいなんで、まあ、8パートに分けてやっていこうかなと思います。ということで、今回はここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもよろしくお願いします。コメントも残していってくれると嬉しいです。では、また次回。チャオー。